中に入ってきました。いやーなんかすごく不思議というか。そうですね。こんなサウナ初めてじゃないですか。なんかめっちゃおしゃれな感じ。まあ、そう。ここ東大門にあるサウナなんですけど、はい、東大門って観光客多いんじゃないですか。そうですね。でも観光客向けのこういう韓国の伝統スタイルのサウナなんだと思います。こんなサウナ初めてですよ。初めてですね。すごいですね。観光客客客客の。いやマッサージのところとかもあるんですね。これなんか日本のカプセルみたいですよね。カプセルホテルみたい。わかりますか皆さん。いやどんな感じなのか一回入ってみたいと思います。暑いのかな。何グラッグダッとしてんだよ。ちょっとまた寝ようとしてますね。100円ちょうだい。100円。100円ねえわ。あるわけねえだろ。どんな感じか一回僕が入ってみたいと思います。おお、すげえ。めっちゃ落ち着くんじゃないですか。めっちゃ落ち着く。どう？うわ、これ精神集中できるわ。どう？なぜ俺はここにいるんだ。なぜ俺はこの世の中に。なぜ俺は生きてるんだ。なんかちょっと、なぜ俺は年下のやつに叩かれるんだ。見えへんわ。あれ、あ、ここはですね、見てください。6.1°。すごく寒い温度なんですが、これはアイス部屋ですね。何？なんやねん。一緒に入ればええやんか。一緒に入ればええやんか。おお。じゃあじゃんけんで負けた人が、ちょっと行ってから、まあ1分ぐらい。1分くらい？1分くらい。1分？ 1 分。あ、寒い、もう最初。ちょっと待って、ちょっと俺じゃんけん弱いな。最初はグーじゃんけんぽい。俺に力を貸して。今までありがとう。ちょっと待って。じゃあそれダメ。なんで俺の。やばいやんか、ここ真冬やん。じゃあ今からジュノがここで1分間入って、風邪ひいたらお前マジで請求するから。経験をしてきます。じゃあこの北極熊になって行ってきたいと思います。はい。ああ、北極が好きだ。お、地球はどんどん熱くなってるぞ。さよなら。氷が凍ったら、さよなら、私が住む場所はなくなる。今までありがとう。エアコンつけないで。さよなら。ああ。足が冷てえ。まだ20秒しか経ってないです。寒い。足冷てぇ。いやぁ、あー、足冷てぇ。あー、いいね。1分経ったやろ。あー、もう1分経ったやんか。あお、あおってアホ。アホだよ。1分どう？寒い。どう？寒いよ。寒い？どうって言われる。寒いわ。全然それじゃん。吐いてみろ、おい。一瞬僕は北極熊の気持ちになりました。これはもう強いから吐いてもつまんないよ、俺。いやでも北極熊の気持ちになったんですけど、北極熊って寒さに強いんですけど、僕は弱い北極熊でした。誰が見ても鳥だろ。え、誰が見ても鳥じゃん。なんで熊なの自分が。そうかな。誰が見ても鳥じゃん。こっちの方がええわ。こっちの
友達やな。うん、友達。一緒に行こうか。じゃ次の場所行きましょう。うわ、危ない危ない。つかんだ。スクラッ。ね。ダンス。よし。見てください。82度。82度って人が入れるんですか？え、181度。181度だったらお前死ぬぞ。111度。82度。これ人殺す気ですよね、これ。殺す気だ、これ。見る、これ。もうなんか人のことをさ、この中にもうなんか。전통장작불한증막주병주병ですよね。주병弱くないですか？二十秒。二十秒。こいつマジ何なんですか？自分じゃんけん強いってマジ腹立つなマジ。一回勝負。一発勝負。最初はグー。じゃんけんぽい。あいこで。あ、じゃあ、じゃあ、ちょっと待って、ちょっと、ゆっくり。最初はグー、じゃんけんぽい。わあ、これはもうオリンピックの金メダルより嬉しい。あ、それでは。今の方見ました？汗が。いや、あれは汗じゃない。網に濡れたんだよ。20秒。もう本当に20秒経ったらもうこう締まるとかするのよ。他の方もいらっしゃるから。だよね。そう。絶対。あ、カウンター絶対嘘つくか。嘘つかないから。それでは皆さん、ギュミンが僕にじゃんけん負けました。なんでこの、あ、でも一度下がりました。もっと下がる。110度のこの전통장작불한증막、このサウナの中に入りたいと思います。20秒間準備よろしいですか？あの、死ぬ前にファンの皆さんに一言。男かどこアピールしてんの。じゃあ行く。じゃあ、準備、よい、よい、スタート。うわ、やべ、スタート。はっつ。はっつ。はっつか。はっつか。はっつか。20秒でした。1分20秒。20秒でした。1分20秒。大丈夫ですか？ちょっと待ってください。僕スタッフさんが。やばいです。スタッフの方。大丈夫ですか？あ、タオルこれ。1分20秒。わー。どうでしたか？わ、ただ、なんか暑いんですけど、最初暑くて、でも吐いたらちょっと慣れます。でも、これ全部が熱いです。普通の熱いんじゃなくて耳熱くなってるもん。熱っ、熱っってなる。あと窓あるんですか、あれ。どうこれ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 触ってたらもうやけどするっつ。110度がやばいですね。じゃあ10年1回行ってみたら。え、無理無理無理。あ、よく生きて帰ってきたな君。おう、頑張ったと思う。じゃあ次のところ行こう。やっぱりチムジバンに来たら、ね、卵と湿気で、それをやりながら。そうなんですよ。
あれをサイダーもいいんだよな。チョギョー、あ、ジュノが買うんですか。あ、買っとるわ。あ、もう金ありますか。もうこんくらい。あ、これこれ全部買って、日本の皆さんに、さ、ファンの皆さんにさあげましょう。これ1個で2200円だから、これ多分100個以上ぐらいあるから。あ、100個あんの。うん、1個200円、多分2万あ200かける100。なんで置いとくの、なんで。あ、ちょっとね、多分、うん、まあたくさんの方食べなきゃいけないんで。あ、そうですね、200かける100 高えな、クソ、はい。あ、しっけ2개주세요、2개두개힘들다두개근데이거계산어떻게하는거지아저때만해주세요こいつ出ました。これ会計どうやってするんだろうって。お前なんでこの時計をあげたんだと思う。감사합니다。いや、やっぱり田舎もんとこの都会の人はやっぱり違うんですね。都会のお兄ちゃんが今から見せたるから계산해주세요。아니뭘로그걸로가서안돼요。あ、僕はこれで会計ができると思ったらできないらしいですね。ね、いや、僕の地元のところはこのカードキーとかこれで普通に会計できるんですよ。俺も俺も日本でも温泉とか行ったら、そうそうそう、これでやるじゃん。ですよね。なんでちょっとこれでお会計したいと思います。얼마예요。만원이요。ゲット。あそこの部屋ちょっと空いてたんで行きましょうか。